アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは、加藤里穂奈です。私は今 DVD の撮影でグアムに来ています。グアム、私初めて来たんですけど、海がすっごく綺麗で素敵な場所で、で撮影場所はさっき言った綺麗な海だったり、あとプールだったり、本当にいろんなところで撮影をしました。プールの撮影、ちょっと水がヒヤってしたりとかしたんですけど、なんとか楽しく撮影をすることができました。寒かったんだなって思いながら見てもらえたらいいなと思います。あとお気に入りの衣装は、夕べの、夕方の海をこうシースルーの綺麗なカーディガンを着て撮影したシーンなんですけど、すごくお気に入りの衣装で、いつもと違う大人っぽい綺麗な私で撮ってもらえたような気がするので、ぜひぜひ皆さん DVD を見て確認してみてください。ぜひ DVD 見てください。以上、加藤里穂奈でした。撮影中一番印象に残ったことは、食べ物がすごく美味しくって、でグアムに来たんですけど、結構いろんなタイの料理食べたり、いろんな国の食べ物を食べられたことがすごく印象的です。撮影中一番苦労したことは、結構イカ水でこうポコッとしてきちゃうんですけど、食べるの大好きなんですけど、こう撮影前とかはなんとなくそのセーブして撮ってるので、お腹空いてるんだなって思いながら見てもらえたら嬉しいです。はい、家に帰ってはやっぱり手洗いうがいです健康第一なんで、風邪ひかないようにグアムでも帰った後しっかり手洗いうがいしてます。私の性格を一言で表すと、楽観的、なんとかなるだろうみたいな、ああ大丈夫だろうみたいな感じで生きてるので、楽観的だなと思ってます。理想はなんだろう、夜の代々木公園でデートして手つないでそのままとかなんかその公園とかのほのぼのとしたデートとか、そういう告白シチュエーションに憧れます。一つだけ願いが叶うなら、スタイルを良くしてほしい。撮影の時とかのためにボンキッボンにしてもらいたいですファンから言われて嬉しかったこと、ビールはリホニャンのために生まれたわかんない、なんかそれぐらいビールのイメージがファンの人についてきたんだなって思ったのが嬉しかったです。演技のお仕事で気をつけていることは、なんだろう、でもやっぱりどの仕事も大事なんですけど、集中をすごくしますね。こうイメージとかを膨らませるためにもすごく集中して、その時間にこうギュッと詰め込むために集中することを大事にしてます。ビールの魅力、ビールの魅力はやっぱり飲んだ時の一口目の麦の香りが本当にたまんなくて、あと苦味もそうですし、入ってる香り付けとか苦味をつけるホップっていうハーブがあるんですけど、ホップの香りがすごく好きで、こうホップの香りで心がこうリラックスして、いろんな人とのコミュニケーションが円滑になるような気がするのもあるし、ビールの魅力は本当に香りとか味だけじゃなく、リラックス効果とかもあるところとか、いろんなところが魅力だと思います。今後挑戦してみたいお仕事は、なんかグラビアとか映画とか演技とかいろいろやってきたんですけど、なんですかね、もっと演技をこう掘って掘って、もっといろんな幅広い役ができるようになりたいですね。グアムに初めて来てるんですけど、初めてのグアム、なんといっても本当に景
景色とか海がすごく綺麗で、そういう景色も含めて私のフレッシュなところだったり、いつもと違うちょっと大人っぽいところだったり、こんなところでビールが出てくるのかっていう1日1ビールなんかも DVD の中で楽しんでいただけたらいいなと思います。ぜひぜひ DVD 見てください。